こんにちは、早いもので娘が6ヶ月になりましたので離乳食を始めようと思います。上の子の時は5ヶ月になってすぐくらいにスタートしたんですけれども、いつから始めるってそんな厳密に決まってないんですよね。それ最初に知った時に、5ヶ月から6ヶ月ってすごく期間が長いのに、いつやったらいいか分かんないって迷ったんですけれども、いくつか始めるサインみたいなのがあるらしいですね。首がしっかり座っているとか、大人が食べているのに興味を示すとか、スプーンを口に入れて押し出さないとか、そういうのがまあいくつか書かれてたりとかするんですけれども、それを見てもまだよくわかんないですよね。そもそもまだね、座れないですし、腰が座っていないから、そんな状態だし、大人が食べてるのはじっと見てるけど、それは別になんか今に始まったことじゃないしなとか、そんな感じでまあ悩むと思うんですけれども、結果いつからでもいいのかなって、思いました。あまりにね遅くなるとちょっとそのね後にずれていくから大変かもしれないので、5ヶ月6ヶ月の間ぐらいでも、まあ私の知り合いとかは7ヶ月から始めたっていう人もいますし、なので私も今回は6ヶ月に入って自分の気持ちに余裕がある時とか、まあ、そういう感じでスタートしようかなみたいな、すごくこう緩やかに考えていました。この日からみたいな感じでは決めてないんですけれども、そろそろこうグッズとかね、そういうのも、集めていかなきゃいけないなと思って、上の子から同じく使えるものは使いますし、でまたちょっと新たに買い足したものもありますので、ご紹介していきたいと思います。まず新しく買ったのはこれです。離乳食調理セット、これはトイザラスから出ているものなんですけれども、こういった、まあ、似たような感じのをお兄ちゃんの時にも使ったんですが、やっぱり便利でしたね。なので今回も、こういうセットを買いました。これはですね、中にいろいろ入っておりまして、裏ごししたりジュースを絞ったり、お野菜すりつぶしたりおろしたり、食器にもねなるっていう感じのものなんですね。たくさん入ってる。ちょっと開けてみますね。こんな感じで7点セットですね。これね、何が便利ってね、裏ごしが便利なんですよ。裏ごし器はお家にあったりすると思うんですけれども、ちょっとねサイズが大きいかなと思うんですよね。離乳食の分量にしては茶こしもあれも使えるんですけれども、私はですねこういう感じでポコッとサイズぴったりではめられて、付属のヘラだったりスプーン、こういうものでこうやって裏ごしできるっていうのがすごく便利だったので、今回もこれを使いたいなと思ってます。フルーツが試せるようになったら絞り器も使えますし、ロシガネも、まあ、これもね別で持ってると思いますが、こういったのももう本当に全部ここ一つでできて、でこの中にポコッとね収められてしまえるっていう、そういったところもすごくよく考えられているので、私は前回も買ってよかったなと思うので、今回も使ってみたいと思います。これも、前からずっと使ってます。リッチェルのわけわけフリージングブロックトレー、これは1つが 15ml ですね。かなり小さいです。これは2セット入っているんですけれども、こうやってね全部ね重ねておけますし、1つずつ別々でフリージングしたとしても、これもぴったりこうやって重なるんですよ。だから冷凍庫の中でしっかりこう収まってくれるので、とっても便利ですし、何よりね取り出しやすいです。凍らせてその後ねなかなかこうポコッと出てくれなかったらすごくイライラすると思うんですけど、これはとっても取り出しやすいので今回もリッチェルのものにしました。それからブレンダーです。これは上の子の時にも使っていまして、まあ今もお料理とかで使うんですけれども、ツインバードのものですね。もうめちゃくちゃ便利ですね。やっぱり量がたくさんできてしまうので、あんまりこう初期のスタートしたての時はちょっと向かないかもしれないんですが、だんだん進んできてこう10倍がゆ、7倍がゆ、5倍がゆってね、このあたりが結構難しかったりするんですけれども、5倍がゆぐらいの硬さとか粒の大きさとかになってくると、たくさん作ってこれでガーッと一気に、ブレンダーで潰しちゃって、で冷凍。おかゆだけじゃなくって野菜もですよね。完全に滑らかにしたいっていうんだったらちょっとまだ早いかもしれないですけれども、粒々もいけるようになってきたらこれで作って
で冷凍っていうのはすごく便利だと思います。いろんな種類の野菜を入れて野菜スープとかそういった感じにはすごくね便利だと思うので、私ももう少ししたら使おうかなと思います。食器なんですけれども、最初のうちは本当にもう小さじ1杯からスタートなので、小さいどんな食器でもいいと思います。スプーンを悩むと思うんですが、私はこれがとても使いやすかったです。リッチェルのスプーンなんですけれども、これはもうちょっとね、ピンクの方はお兄ちゃんが噛んだりとかしちゃってちょっと変形してしまってますけれども、ピンクは先がこうシリコンでこうぐにゃぐにゃ曲がるものなんですね。緑の方はこっちは硬いものなんですが、この緑の方がめちゃくちゃ使いやすくてですね、このカーブとで結構しっかりこう深みがあるんですけれども、これが本当にこういろんなものをすくいやすくて、今もちょっとお兄ちゃんが風邪ひいて、でシロップ液体の薬を飲ませる時とかにこれに入れて飲ませるとちょうどね量も良かったりして、ずっと使ってるんですよ。温度によって色がね変わるものとかもあったり、あとこう赤ちゃんが握りやすいこう短いねものもあったりすると思うんですけれども、最初はお父さんお母さんがあげると思いますので、柄の長い使いやすいものがいいかなと思います。それからベビーフードにもお世話になろうと思ってます。これはほうれん草と小松菜、粉末のものです。和光堂から出ているんですが、粉末はお湯で溶くだけなので本当に便利です。持ち運びもねしやすいですし、こういったのは、他のこういろんな食材が食べられるようになってきた時にちょこっと野菜を足したいみたいな時にも役に立つので、結構長くお世話になりました。基本はできる時にバーッと作っちゃって冷凍してっていうので考えているんですけれども、ちょっとだけね野菜が欲しいみたいなことはよくあるので、こういったほうれん草とかかぼちゃ人参フレーク、こういうのを買いました。これはかぼちゃと人参両方入ってるんですね。いいですね。結構かぼちゃとかそういう甘みのあるものは子供は好きだったりするので、苦手なものとかぼちゃを混ぜて結構甘くして食べさせるっていうのはこう進んでいった時にやっていましたね。それから瓶の、ベビーフードも買ってみました。これはキューピーのものなんですが、おかゆ、だし仕立て、かつお節入り、かつお節が入っているので一度、試してみてからの方がいいですね。これはもう本当にね、米とコーンスターチ、昆布だし、かつお節のみなので、着色料とか香料とかそういうものは使われていません。こういったものはちょっとね出かける時とか、今日ご飯炊くの忘れちゃってたみたいな、なんかそういう時とかピンチにとても役立ちますので、こういったものはいくつか常備しておこうと思ってます。それからスタイも準備しておきます。これはプチバトーのものですね。ハート柄とボーダー、こういうのはもう自分の好きなものでいいと思います。お母さんお父さんがテンションの上がるもの、見てて可愛いなと思うものでいいと思うんですが、最初のうちはそんなにこうバーッと食べこぼしとかもありませんので、特にここにこう受けるポケットがついていなくてもいいかなと思いまして、最初はこういったコットンのものですねを用意しています。だんだん進んでいくとね、こうポケットがあった方が便利なので、シリコンのねしっかりしたものを使っている方もいると思いますし、うちはあれお兄ちゃんの時にやろうと思ったら、今までずっとこういった柔らかいものだったのに急に硬いのが来たので、それで嫌になってしまって全然つけてくれなかったんですよ。だから今はさっと拭けるようなビニール素材のものでポケットをねくるっと裏返すとキャッチできる、食べこぼしキャッチのところがついているものにしています。その子によって気に入る気に入らないっていうのが出てくるかもしれませんので、最初は本当にいっぱい買わずに少しずつでいいと思います。私もとりあえずこういったものを少しだけ準備してスタートしようかなと思います。とにかく食事が食べられるようになっていくという、もうとっても大事なステップで、とっても記念すべきことなので、できるだけ楽しく、そして気持ちも穏やかにいきたいなと自分に言い聞かせています。けどまたすぐに壁にぶつかることがあると思いますので、離乳食のお悩みもこちらで相談したいなと思います。皆さんもお付き合いください。よろしくお願いします。